シー府警 SOS 火炎怪獣メカフレムラー登場。目指せプリティガール、人気のショートヘア特集か。迷ってんのよね、このヘアスタイルも飽きたし、思い切ってショートにしようかなって。ちょっと見せろよ。待てよ。聞いてんの二人とも。何よこれ、セクシーアイドル特集？返せよ。ったくいやらしいんだから。この度交通課に配属されました三崎玲子です。どうぞよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。いやー、これからは仕事が楽しくなるぞ。ルンルンルンだな。ナイスボディ&フェイスだったな、あの子。よかった。こんな目村さん、パトロールですか？まあ、そうですね。大変ですね。暑いのに自転車で。いやー、慣れてますから、乗ってこた。じゃあ、また。小金村さん、今日3時までなんでしょ？はい。私もなの。それは良かったですね。じゃあ、クールな人、バキュン。ゲイのスカート覗こうなんて何考えてんの。ちょっといらっしゃい。あれだって、いや、あ、こら、お待ちなさい。やぶした先輩。たく、ろくな大人なんならね、こんなエッチな週刊誌なんか読んで。これは私が預かりますから。だいたいあなたもうかつよ、覗かれてるに気づかないなんて。申し訳ありません。何あなたこの短いスカートは。本当に、ほら、移動。はい。しまった。何？秘密のメモ。はい。怪獣のデッサンやカンデジファー様の秘密をメモっといたんですが、それを婦人警官に持ってかれてしまったんです。たけし、何としてでも取り返すなら、その婦人警官を徹底的にマークしろ。はい。すでに行動はチェックしてあります。今日は夕方、美容院に予約が。美容院？あ、今日は早朝勤務だったので、3時には終わると。そんなの10年早いわよ。大体何、警察官がそんな派手な格好していいと思ってんの？早く着替えなさい！いや、でも、せっかく予約して。美容院なら私が行くわ。もう3ヶ月もいてないんだから。さあ、仕事。美容院。よし、火炎怪獣を送り込んで、その美容院ごと燃やしてしまえ。わかりました。では、火炎怪獣フレムラを蘇らせて。まったく新米のくせに先輩の私より綺麗だろうだなんて許せないわよ。ちょっとなんだかこれ熱いわよ。ねえ、ちょっと熱いわよ。うわ、なにこれ、なにこれ。火事みたいね。どこかしら。
あっちだ。行ってみよう。おお、山下君、大丈夫か。ごめんね、村さん。この美しい顔が無事だったことだけがせめてもの救い。はいはい、お願いします。それほどの顔じゃないだろう。山下先輩は？もう心配ないよ。2、3日休めば大丈夫だ。よかった。本当なら私が被害に遭ってたかもしれないんだ。優しいんだから。もう小金村さん、どこが火事だったの？病院だよ。病院？ああ、ぼやで済んだからよかったけどな。ぼやぼやしてたら大変なことになったぞ。昨日から交通課に配属された美咲です。よろしくね。素敵。あの、前にどっかで会ってませんか？気のせいじゃないかしら。そうだよ、こんなに可愛い人がめったにいるわけないじゃないか。じゃあ私、あの、勤務中なので失礼します。で見たことあるんだよな。バカ者。申し訳ありません。狙っていた府警は予約をキャンセルしてたようで。それだけではない、タケシ。あの程度の威力でどうする。もっとフレムラーをパワーアップさせるのだ。わかりました、カーンデジファー様。今度こそお任せください。風邪でも引いたの？あ、私あの花粉症なんです。花粉症。もう夏だよ。あ、今年は夏にも流行ってるんですよ。私ほら流行には敏感な方なんで。先輩。美咲さん、私この先の距離チェックするから後で迎えに来て。はい、わかりました。変だよな、せっかくの美人なのに。小金村さん、ねえ、お時間あるんでしょ？兄ちゃん大変だ。パパがガラモンにやられてる。何？ちょっとやめろよ、誤解だって言ってんじゃない。どうせ私は怪獣ガラモンよ。もうセクシーアイドルとは違いますよ。母さん、いい加減にしろよ。母さんらしくない。だってパパってひどいのよ。いや、ちょっとそれはもう仕方ないよね。ナオトだって見たら笑っちゃうよ。いいか、ほら！くなぁ！あ、またやったーで！やらしい！あ、わかった。ごめん、ママごめん。もう笑わないから。もう笑わないから。ひどいな、パパ。いや、だからもう笑ったばっかり。いや、そんなにおかしくないじゃん。セクシーアイドルだよ。美咲山玲子？こんなことがバレたら大変だわ。でも隠し通すことなんかできるのかしら。何かしらこれ。岬山玲子？あら、アイドルだったんですか、美咲巡査。そんなつもりじゃなかったのよ。ただ自信をつけたくて応募しただけなの。自信を？うん、私警察学校でもドジばかりしていたの。かけっこもビリだし、成績も悪かったから婦人警官なんてやれるかどうか不安だったの。だから何でもいいから自信をつけたくて。それがコンテストで優勝までしちゃうなんて。そうだったんですか。もしこんなことがバレたらクビになっちゃうかもしれない。年もサバ読んで応募したから詐欺罪になっちゃうかも。お願い、ゆかちゃん。
ボケのパンチボーイを持ったままだ。早くなんとかしなくちゃ。安心してよ、美咲さん。私は誰にも喋らないから。ありがとう。でも、みんなに気づかれそうで。そんなの大丈夫よ。他人の空に立ってとぼけちゃえばいいのよ。でも、そうだ。いっそイメチェンしちゃえば。例えば、ショートヘアにするとか。ショートに？やっぱりそうか。道理で見たことあると思ったんだよな。誰にも言っちゃダメよ。美咲巡査と約束したんだから。分かってな。それより今ダイナファイターで頭がいっぱいなんだ。ダイナファイター？そう、新しいアシストウェポンさ。ドラゴニックキャノン変形させたらできちゃったんだ。へえ、すごいのができたわね。で、美咲巡査は？美容院に行ったわ。思いっきりショートにするとかで。美容院？どうしたの？昨日の火事の原因がどうやらコンピューターシステムの故障らしいんだ。コンピューターの故障？もしかすると感電磁波の仕業かも。心配だわ。私ちょっと様子見てくる。綺麗な髪ですね。本当に切ってしまっていいんですか？ええ、お願いします。セクシーアイドル？そうなのよ。主人たら三崎山玲子とかいうのに夢中になっちゃって、もう情けないやら悔しいやら。クレムラーの改造完了。火炎パワーを1000万度アップ。肩口から殺人スモークを吐き出す新怪獣メカフレムラーの誕生です。でかしたぞタケシ。そう、そのメカフレムラーを暴れさせ大火災を起こして、三つのメモを永遠に消滅させるのだ。でもそこまでやると死傷者が。バカ者、そんな弱気でどうするのだ。うっ、みんな燃やしてやる。僕とカーンデジパーさんの秘密が漏れる前に全てを焼き尽くしてやるんだ。行け、火炎怪獣メカフレムラーよ。僕の炎を燃やし続けるのだ。じゃあ切りますよ。はい。熱っ！あ、誰か！早く外して！さ、今助けに行くからな。アクセーフラアクセスコードグリッドマン。大変だ！
体どうしたんだ。おい、小金村巡査。美咲くん、助けて巡査。早くあのドライヤーを外してあげるんだ。でも君も警官なんだろ。美咲くん頑張るんだ。はい。やばいというか、バリアシールドを切りましょう。バリアシールド転送。メカフレムライ、そんなものお前の火炎パワーで吹き飛ばしてしまう。すごい火炎パワーだわ。あのバリアシールドが簡単に破られてしまうなんて。このままじゃグリッドも、ナオトが消滅しちまう。リュカ、ダイナファイターを送ろう。さっき作ってたアシストエパね。じゃあドラゴニックキャノンのデータにプログラムをプラスするわ。よし、できたわ。よし、ダイナファイターに変形だ。よし、わかった。火炎怪獣め、ダイナミサイルを食らえ。あったー、これで火炎攻撃が封じられるわ。グリッドマン、反撃開始だ。よし、大丈夫ですよ。どうもありがとう。あなたのおかげで助かったわ。よかったですね。大丈夫ですか皆さん。おい、美咲くん、大丈夫か。大丈夫です。あらよかった。ねえ、どっかでお会いしたことなかったかしら。いいえ、気のせいですわ。よかった、みんな無事でよかった。うん、ここは駐車禁止ですから気をつけてください。あれ、なになになに、あ、いや、
小金村さん、何してるの？いいえ、別に何も。小金村さん、はい、お話があるの。ちょっと向こうまでお茶でも。あー、いや、おはよう。あら、おはよう。頑張ってね。うん、ありがとう。よかったわね、美咲巡査も直人のお母さんも大した怪我じゃなくて。ああ、それに美咲巡査もうこそこそそんなやめたみたいだしな。そう、それが一番さ。ゆかもそのままでいいんじゃないの？小さな秘密が大きな惨事を生むところだったが、グリッドマンの活躍によって救われた。美咲巡査も直人たちも秘密を隠すことより、それを乗り越える勇気を持つことが必要なことを知っただろう。メカステルガンの攻撃は、一平の尊敬するコンピューターアーティストから色を奪い去ってしまった。一平の新作キングジェットが登場。ダイナファイターと合体すればドラゴンフォートレスの誕生だ。戦え、グリッドマン。メカステルガンを撃ち落とせ。次回、電光超人グリッドマン、地球から色が消える。君もアクセスフラッシュ。